アントニーは、フランス、ビルド・フランス地域圏のオード・セーヌ県にある都市で、アントニー軍の軍庁所在地、パリの南に位置する、セーヌ川の支流ビエーブル川が流れる。2000年以上前から、南北の主要道が通じる、重要な交差点上にあった。県の南端にあるため、エソンヌ県、オード・セーヌ県、バルドマルヌ県と接している。アントニーの歴史は、ガロローマ時代にまで遡る。 フランスは一世によるパリからオルレアンまでの道路建設及び19世紀の鉄道の開通に伴いパリから人口が流入、都市化が進む。最初の人口増加は当時の市長オーギュスト・ムーニエの指揮によるもので彼が1914年に就任した当時は4000人、あまりであった人口が1940年に退任した頃には2万人を突破していた。 1944年8月24日、アントニーは、セーヌ県で最も早くに、フィリップル・クレール将軍率いる自由フランス軍第2期講師団によって解放された。第2期の人口増加は、フランス領アルジェリアからの帰国者を収容するため、1960年代初頭に非常に早く住宅建設が進んだ結果である。 1955年から1975年までの20年間で、人口は24,512人から57,795人となった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。